はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日は XBOX のゲームやっていきましょう。ガンダムオペレーショントロイ連邦軍編チュートリアル第2回です。前回はミッション1やりましたんで、今回はミッション2、3とやっていきたいと思います。まあ、ミッション1ではね、ザクとちょっと歩兵でやり合ったんですけど、なかなか厳しそうでしたね。全然相手にされなかったって感じもあったし、まあ、そろそろモビルスーツ乗れるんじゃないかなと思うんでね、まあ、2番のミッションで何もできなかったとしても、多分3番あたりでさすがにモビルスーツ乗せてくれると思うんですよね。はい、というわけでやっていきましょう。今回ミッションこちら。ミッション2の方は、連邦軍にとって来るべき反攻の拠点として、アジア内陸の基地は何者にも代え難い価値のあるものとなったのである。はい、というわけでやっていきましょう。スタートです。人間でモビルスーツを倒すことはとても困難ですが、モビルスーツにも弱点はあります。倒せんのかな。さあ、それではミッションにやっていきましょう。膠着。本作戦の目的は採掘基地のダッシュにある。このエリアには少数の敵機械化歩兵部隊が駐屯しているとの報告があった。敵のモビルスーツ部隊は北方に展開している模様。敵歩兵部隊を掃討せよ。はい、というわけでやっていきましょう。ザク見えてる。暴れてんじゃん、もういきなり。え、とか目の前にもう敵いる。これは楽だな。あそこにいたな、今。このぐらいか。あー、ちょっと届いてないね。普通に銃撃つか。はい、倒した。三河さんいっぱいいるから全然余裕っすね。おっと、こっちもいっぱいだぜ。上にもいるな。はい、片付いたと。グレネードランチャーも使ってっか。本当に目の前で撃ち合ってんな。さあ、一人始末、二人目も始末したいな。ここ、おお、派手に飛ぶね。あら、これで外す。よし、弾の補給はそこでできるな。ならバッチリ使っていこうかな。施設内の敵歩兵部隊を掃討せよ。施設は入り組んだ構造となっているため、敵の標的や待ち伏せに注意して進行せよ。はいよ。あ、上にいるな。ほい。さて、あと奥に1人。ほい。あと、あそこか。この辺でどうだ。よし、いいね。やっぱ楽しいな。バトーペ2の歩兵とかもこういう感じでやってもよかったと思うんだけどな。 FPS 好きもそしたら呼び込めるかもしれない。あと少しかな。ちょっと味方さん邪魔よ。さあ、こっちに入って、で、奥にいるかな。あれは味方、これ敵だな。いいな、三原さん結構強いじゃん。ちょっと目の前で撃ち合うのはやめた方がいいと思うぞ。危ないだけよ。いいね、押せ押せだね、連邦軍。一人投げとこ。おっと、そこにまたいるな。早い、処理が早いね。ほい。ほい。またあそこか。あれ味方が当たっちゃった。よし、
まあちょっと思わぬハプニングがあったけど、まあまあ今のところ順調ですね。さあこの辺に隠れながら倒す。さあここ目の前にいるな。よし、どうかな、これ当たるかな。当たったな、今銃が向こうに転がったの見えた。さあ味方さんも来てくれる。ちょっと待って、あれは良くないね。ちょっと壊さんと。よし、オッケー。整備中の敵モビルスーツを発見した。起動される前にこれをダッシュせよ。あれが起動すれば我々はこの戦線を維持できない。必ず起動前にダッシュせよ。わかったわかった。さあもうある程度片付いてるよな。たくさんいるね。あそこにもいたな今。あーザクも見えてんな右側に。よし倒した。あとは向こうか。一旦走って影に隠れたい。いるね。さあザクまであと少しなんだけどな。さあグレネードランチャーに変えて、ほい、あ外した。よし、奥にまだ一人いるな。ここ倒した。弾がねえな。ちょっと弾を確保しよう。よくやった。起動前のザク2を確保した。北側で味方の歩兵部隊が交戦中だ。ザク2に搭乗後これを支援せよ。どうやったら乗れんの。乗り方がわからないんだけど。乗り方ちょっと分かってなかったから説明書読んでたわ。十字キーの下ね。おお乗れた。おおバズーカだ。すげえザクバズーカ。全然これじゃ勝負になってないな。この距離で爆発させるのに飛ばない。結構爆風の範囲は小さいんだな。北側に展開中のモビルスーツ部隊が接近している。これを排除せよ。搭乗したエリアにある補給リペア施設を有効に使い敵モビルスーツを撃破せよ。あー来てる来てる。わあ初めてのモビルスーツ戦だ。当たってる当たってる、いいぞ。おお目の前にいた。よしあと一発だな。そんなに早く動く感じじゃないな。なんか緩やか。よし倒した。ちょっと補給したいな。補給モビルスーツの操縦がね初めてだからようわからん。おお。L1 でいいのかな。これがジャンプっぽいな。さあ補給補給。ちょっとよう分かってなかったな。まあ一体ずつ釣って倒したいとこだけどな。ちょっと高いところに登ってこの辺から狙ってみるか。当たってね。よし一発当たった。ドラよ。さあまだ向こうに見えてんな。
たいた。ん？でもまだ後ろにいる？あ、倒してるね。爆発したか。だいぶ時間差で爆発しましたね。ここ。よし、倒した。他は？外した。足に当てて、今度は体。当たらない。この辺。よしよしよし。モリス撃つ戦もなかなか楽しいぞ。北の施設内で友軍歩兵部隊が交戦中。ザフ2を使ってこれを支援せよ。わかった。援護すりゃいいわけね。どの辺にいるんだ。歩兵はちょっとわかりづらいな。この辺にいるってことでいいんだろうか。おお、戦ってんな。踏み潰せてないのかな、これで。この距離でもダメなのか。本当に結構しっかり当てなきゃダメなんだな。これ友軍、あ、これは壊そう。一発だ。さあ、全部倒したかな。未確認敵モビルスーツが急速接近中、注意しろ。通常のザク2ではない可能性がある。これを発見し撃破しろ。お、何が来たの。まさかグフとかじゃないだろうね。さあ、もう倒せるでしょう。 OK。 さあ、まさかのグフとはな。勝負してやるぜ。さあ、倒した。で、終わり。ユーラシアを掌握していたジオン軍に対して、極東から中央アジアは連邦にとって見捨てることのできない共闘歩となっていた。鉱物産出量の少ない交渉であっても散発的に争奪戦が起こっていた。極東の砂漠では最低限のライフラインの整った施設自体が重要な価値を持ったのである。連邦製新型モビルスーツも実戦テストとして少数投入され、来るべき大反攻に備えていた。さあ、それではミッション2の方終わりました。初めてモビルスーツ触ったんでね、ちょっと操作方法わかんなかったり、乗り方わかんなかったりとか、ちょっと苦戦しましたね。思ったより歩兵に対して狙うとき大変だなと思いました。もっとバズーカ爆風あるのかなと思ったけど、結構ピンポイントじゃないと当たんない感じだったな。はい、というわけで、まあ頑張ってやっていきましょう。次はミッション3です。圧倒的な総戦力差を背景に、地球連邦軍はジオン公国軍に対し、初めての大規模な反攻作戦を開始した。ミッション3、オデッサの激戦。こんな初心者のチュートリアルみたいなところでオデッサの激戦に巻き込まれるのか。鉱山基地を制圧する。敵は総力戦の構えだ。今回初めて本格実戦投入された我々のモビルスーツの性能に自信を持て。敵モビルスーツを蹴散らせ。あ、でも最初からいけるわ。おー、ジムだ。ジム、陸戦型ジムかな。台車に出てるね。いいね、この感じ。コックピットにいる感じするわ。で、なんか十字キーを押すと DPS 視点もできるみたいですね。でもなんかこう、らしさを味わうんだったらやっぱこっちかな。あ、いいな、やっぱりこの感じよ。バトル2もこんな感じでも良かったような気するんだけどな。ジャンプがこれだな。ジャンプ、ジャンプ。あ、ちょっと怖いな。上に上がったらもういるな。あ、いるわ、そこにも。ちょっと届かないね、この位置じゃ。あ、上は向けない。ちょっと嫌な位置から撃ってんな、あれ、あいつ。これ以上カメラ上がんないのよ。くっそー、やりづらいぞ。上に上がるか。被弾してもいいや。ちょっともらうつもりで行こう。外したー。
ほら足だ。一発。はっはっは、どうだ、14名。倒れ方はなんかこう、緩やかだな。下に落ちてったわ。あれは味方のやつだな。こっちか。こっちになんかいるな。これはマゼラアタックか。よし。破壊。ソラマシンガンだ。くらえ。蜂の巣にしてやるぜ。よーし。倒した時にあの、モノハイの赤のあの光がなくなるのがいいね、また。力なく倒れましたね。西側より敵の増援を確認。モビルスーツは撃撃態勢を整えろ。はい、はい、ロケットランチャーでいきますよ。もうちょっとモビルスーツの操縦慣れねえとな。ちょっとマゼラアタックはこれでいきゃ。おお、あそこ撃ちまくってんな。狙えるかな。やっぱこの距離から当てるのはすごい難しいな。あ、これちょっと良くないね。逃げよう。一旦下がってちょっと回復してからだな。ヒットポイント的にも不安だ。あ、まずまずちょっと食らってんな。足に一撃顔面 OK。あとはマゼラアタック。この距離から狙えるかな。やっぱ当たんねえんだよな、この距離。もうちょっと近づかないとダメだ。さあ、ちょっと横にダッシュかけて。ん？なんかいるな。なんか当たったぞ。なんか本気受けたな。よし。これでもらったな。あとは向こうに何かいるってことだろ。いた。さあ、弾がないからこっちだぜ。サーベルは何かな。お、ある。サーベルはあった。これで切るぜ。おお、いいね。やっぱモビルスーツはこの格闘戦よ。さあ、弾の補給しよう。さあ、あと一発ロケランを振れ。さて、これで全部倒したんじゃない？爆発は？敵の増援だ。ジオンは出し惜しみしていない。総力戦だ。敵モビルスーツを迎撃せよ。はい、はーい、行きますよ。うわー、たくさんいるね。うおー、ちょっとそれはいきなりすぎないか？ちょっと、無理。無理。何やってんだ、これは。さあ、敵の増援らしいぞ、みんな。なんかやられたような気がしたけど、気のせいだ。さあ、やっていこう。どうやって相手しようかな、ドーム、マジで。遠距離でも本当に攻撃当たらんもんな。やっぱある程度の距離で、攻撃当てていくしかねえな。ほら。よし、一体片付いた。ここにもまたドームか。結構きついな。よし、まず一発。当てよ当てよ。まず一発ずつ当てて。よし、あと一回かな。あー、ダメだ。もう一回。よし、倒した。これでもういない。もうドームいないんじゃないの。ドームいないんだったらなんとかなるかな。よし、ザクなら問題ねえ。連邦のモビルスーツを信じろ。ここ。よし、いいよ。リロード。今度リロード好きだな、これ。倒したかな？全滅させたんじゃないの、これで。敵モビルスーツの掃討完了。施設内の敵歩兵部隊を掃討せよ。モビルスーツから施設南側で降車。その後施設南側より施設内に侵入せよ。ああ、こっからは歩兵戦ってわけね。
モビルスーツの降車の後、施設内の敵兵総統へ合流せよ。はい。じゃあ降りて、さあこっからは歩兵戦だ。なんかなんだから歩兵戦の方が楽だな。ここは施設内ね。それ全然中入ってかん。それ思ったより転がらないんだよな、このグレネード。最近のゲームとかだったら今ので敵結構逃げ場どうですけどね。さあ施設内侵入。残存敵歩兵部隊を排除せよ。敵歩兵を相当し施設を完全に掌握せよ。はいはいはい、わかりましたよ。さあここは倒した。うん、出たとこ左になんかいるな。あら、ああいたな。あ、ここもいるな。あの辺。さあ順調に倒せてるかな。ちょっとグレネードランチャーが外れてんな。歩兵の位置がね、ちょっと把握しづらい。明るさの問題かな。さあ、だいぶ片付いたな。あんなとこにいる。さあ、一旦補給だ。敵の魔術性に気をつけて、施設最奥に籠城している敵歩兵を掃討せよ。はいはいはい。なんかすげえ派手にぶっ飛んでったな。一通りこれで倒したかな。なんかその辺にいるんだよな。あー、あれだ。いたいた。あんなところからスナイパーみたいにしやがって。さて、いよいよここがラストか。グレネードランチャーがないからな。ただのグレネードをとりあえずポイポイ投げとくか。ほらよ、誰かに当たれ。補給はそこでできるけどな。あと2人ほどだと思うけど、なんか向こうにもいっぱい、ちょっと味方もいっぱいいるから、なんか誤射しそう。よし、補給完了。ラストだけ行こう。俺のグレポンが火を吹くぜ。さあ倒した。あとはこっち。はい、そこにもいますね。ほい。で、あとはそう、よし、もういない？いるな。派手に飛んでるぜ。おっと、弾がないな。あとは物陰に隠れながら一体処理だな。よし、倒せてない、まだ。おお、たくさんいるね。全部倒したんじゃない？これで。はい、というわけで全員始末。オデッサの戦いは圧倒的な戦力差を背景に連邦軍の勝利で幕を閉じた。
一説には連邦軍参謀部に入り込んだ内通者の逮捕劇があったとも伝えられるが、戦局にどのような影響があったかは知る由もない。ユーラシアからジオン軍を排除できたことは資材調達を阻んだだけでなく、ジオン地上軍の地球上での戦力分断にも成功したとも言えた。この後ジオン地上軍は北米、アフリカ、中央アジアの一部と戦力を分断され、戦力を集中することができなくなり、反攻の余力を削がれていった。連邦は賭けに勝ったのである。はい、それではミッションセレクト画面戻ってまいりました。本日はミッション2と3終わりまして、次回は4と5やっていきたいと思います。今回はついにモビルスーツを触ることができましたし、まあ、撃破とかもできたし、ちょっとやっぱドムは強かったね。ジムで戦うのは、まあ、陸戦型ジムで戦うのはちょっときつかったなって感じありました。まあ、操縦慣れてないのもあったからね、いまいち操作が分かってなかったな。もうちょっと操作慣れしたいなってとこですけど、回避とかもね、なんかちょっと思うようには動けずって感じでね、なんか実際の本当に戦闘って感じが良かったっすね。やっぱ個人的に良かったのはね、コックピット内のあのから見る視点とリロード、なんかああいうあのリロードの仕方かっこよかったなと思ってね。まあなんかね、本当に触っててね、バトオペの本当にこう原点みたいな感じのなんかゲーム性って感じでしたね。なんか今ね、もう一回これをねフルリメイクで作ってもなんかすごい良さそうなゲーム作れそうな気するんですけどね。ストーリーも混ぜてもいいからさ、なんかこう入れてこんな感じ、ちょっと理想ですけどね。歩兵戦は特に FPS もあってってなると楽しいと思うんだけどな。はい、というわけでまあ今回はここまでにします。皆さんまたよかったら見に来てください。それでは失礼します。